皆さんこんにちは、塩飲みはじめです。今回は常磐線のいい二歳地形が置き換えられる可能性について皆さんに紹介していきましょう。とあるチャンネルで常磐線のいい二歳地形が置き換えられるかもしれないっていう噂があったですよね。今回はその噂について検証していきましょう。まずは常磐線のいい二歳地形についておさらいしていきましょう。常磐線のいい二歳地形は2001年に誕生しました。登場当初はエメラルド一色って感じで、ちょっとなんか今とは違いますね。ただ実を言うとこの塗装は最小数編成で終わっちゃって、しかも営業運転開始前に全編成が、今現在はこの下に細い緑の帯を搭載する方針に統一されましたね。なんでこういう風になったかっていうと、単純で常磐観光線でしたと色はそっくりで紛らわしかったからです。もともと1番3機が走っていて、この電車については車体全部が塗装されていたので、さすがに見た目があまりにも違うことからちょっとまあそのままでやっていう風になってましたが、いい2歳地形では従来の観光線を走っていた2番3系、2番7系、2番9系と同じような感じで、車体は銀色のカラーに帯がついたっていう雰囲気ですからね。やっぱり素人目から見たら結構そっくりっていう風に思われる可能性も高く、結果的には五条防潮策で緑帯をちょこっと追加するっていう方針になりました。ちなみにこのエメラルド一色のいい2歳地形は結構レアで、写真もそんなにネットには残ってませんね。もちろん私もそんな記録はありません。ただ一応この普通のいい2歳地形についてはこの写真で記録はありますけどね。実はこのいい2歳地形って登場前からデザイン事情があったんですよ。ちなみにこの話についてもっと詳しいことは過去に紹介したので、興味があったら見てくれると嬉しいです。ちなみに常磐線のいい2歳地形は1番3系を交換するために作られたんですが、当然1番3系より性能がかなり上がっています。1番3系は設計上最高速度100キロでしたが、いい2歳地形は120キロ運転まで対応しています。ただ末強の常磐線ですからね、実は1番3系も100キロ超えの110キロぐらいで走行したっていう記録も残ってますけどね。なんか一応走行とかそういう関連の動画で110キロ出してるっていう感じの音もあったりして、なんか結構最高速度100キロって書いてるけど、実は110キロじゃないかっていう風な常磐線仕様の噂もありますが、まあそれはさておき、1番3系は高度経済成長期ですが、いい2歳地形は平成ですからね、やっぱり3、40年差があって、当然その間に VVVF 導入とかそういういろんなイベントもあったこともあり、結果的に時代の差が大きいこともあって結構進歩しましたね。常磐線って結構1番3系が遅くまで残っていたってこともあり、結構性能差が違うなっていうふうにも感じます。ちなみに関西の方に行くと、未だに山手線を走っていた1番3系が走ってるっていうとんでもない路線もありますが、今回は特にその編成についてのお話ではないんで割愛しますね。要するにこんな感じで時代の差が大きいですが、結構進歩したって感じですね。ちなみに当初は1番3系を全部 E5 歳地形交換するつもりでしたが、導入途中で E5 歳地形によって充電化して置き換えるという風にもなったため、 E2 歳地形の製造を一旦ストップして E5 歳地形が少ないことになりました。まあもちろん取手行きの電車を全部充電化するというか、どちらかっていうと数本程度土浦方面に伸ばして若干増発をしようという感覚もあるのかもしれません。もしくは最初から予備車を減らすことを前提に増量したって可能性もなくはないですけどね。まあそういうこともあって、結果的にはなんと1番3系が JR で新本で実質一番最後まで残っていました。厳密には成績戦が2009年の1番3系の引退という出来事が JR 新本管内の1番3系の最後の引退って感じでしたが、2006年当時はすでに成績戦から1番3系の運用がなくなっており、実質的に JR 新本で最後まで残っていた1番3系っていう感じでした。やっぱり常磐線魔境っていう相性がつくだけあって、古い電車がすごい後まで使われてましたね。ちなみに成績線についても結構復活したら特殊で、立体交差化工事による一時的な運用数増加によって無理やりちょっと1番3系を復活させて騙し騙し使ってたって感じですね。成績線は結構事情が特殊ですが、常磐線については普通に一番最後まで特に変な事情もなく使ってましたから、やっぱりちょっとすごいなっていう風に思いました。ここまでは外観とか置き換えの話とかについて紹介しましたが、車内周りについても結構解説すべき点がありますね。内装を見てみると、パッと見普通の2歳地形って感じですが、2段 LED を実を言うとこの編成が初めて採用しました。常磐線の2歳地形が初めて、2段 LED 表示器を採用しましたね。ちなみにこのタイプの表示器は結局のところ、近郊型の電車しか、後に採用しませんが、常磐線の2歳地形は通勤型ながら、このタイプのものを使っています。常磐線で初めてこのタイプのものが使用されましたが、通勤型では常磐線の2歳地形以外は、採用されてはちょっと珍しい感じの通勤電車ですね。近郊電車あったら普通にこのタイプの LED 表示器は採用されてるんで珍しくはありませんけどね。またこの電車自動放送は結構突っ込む点が多いです。一応この電車が
JR 東日本が持っている普通電車で初めて自動放送装置を搭載し使用開始しています。一応この電車が登場する前から特急とか新幹線とかでは自動放送装置はすでに採用されてましたが、通勤電車や近郊車といった普通電車でこういうものが搭載されたのは初めてですね。ちなみにその後209系とか他の E231 系、またそのどっちの形式についてもこういう自動放送装置が当たり前についてきましたね。一応厳密に言うとワンマンタイプの放送装置だったら普通電車でも採用されている例はありましたが、ワンマン路線じゃない路線で自動放送装置がついたら多分この形式が初めてかなっていう風に思われます。ただこの形式の自動放送は結構修正がごちゃごちゃで、放送に使っている音源が2001年の一番古いものから山手線の E231 系のもの、マナー放送についての山手線の E235 系のもの、他にもいろいろと結構自動放送のパーツが継ぎはぎで使われており、今現在も改造されすぎてカオスな状態になっています。一応何度か自動放送の使用を取りするために修正されたんですが、それでもなおちょっと違和感が残っており、これまたもしくは常磐線が魔境という風に言われる理由かもしれませんね。このようにして常磐線の E231 系は走り始めましたが、なんと機械の噂が出たんですよ。次はその噂の妥当性について調べていきましょう。鉄道総合館っていうチャンネルの動画で、グリーン車付き新車への置き換え計画あり、常磐快速線と内車線で活躍する緑快速 E231 系01で乗車っていう動画があったんですよね。もうタイトルから分かる通り、なんと E231 系が交換される計画があるっていう風に書いてました。断定している口調の雰囲気ですが、概要欄では、一応置き換え計画があるようですという感じで、ちょっとなんかハテナがついており、ぼかされてますね。まあおそらく多分本当かどうかよく分からず、本人も、また聞きの噂の可能性もありますが、まあ一応なんかこれが本当かどうかっていう証拠は残念だが私、わかりませんね。労働資料に書いてあるとか、そういう感じだったらまだわかるですが、特にそういう資料の記憶もなく、疑い深い人だと、これをガセネタって思う方もいるかもしれませんね。それではこの噂があり得るのか、それとも怪しいのか、そういう分析についてやっていきましょうか。動画の概要欄によると、動機としては、武蔵野線 E231 系への統一のためっていう風に書いてあり、おそらくですが、武蔵野線の209系の置き換えっていうのがきっかけっていう風に思われますね。武蔵野線209系を編成するというと、11編成今現在あるんですよ。一応900番台を含めと12編成ですが、まあ一応こんな感じです。ただ一方、常磐線 E231 系は18編成座席してるんで、置き換えた場合武蔵野線に行っても、結構余った編成が廃車になるっていう風に思われますね。さらに常磐線の場合って付属編成もあって、こちらについてはなんと19編成もあります。利用数はご利用とちょっと短いですが、ちょっと数が明らかに武蔵野線の209系と比べても多いです。昔だったら209系を相模線に回したり、他には古い電車が走っている線区に回すって案もあったんですよね。一応209系の編成数11編成プラス、元209系の E231 系900までの編成数を出すと12編成って感じで、相模線の E231 系と同様の本数を導入することが一応できるため、武蔵野線を E231 系統一しつつ、相模線は209系系統で統一ってことができましたからね。一応そういう現実性もあったため、もしも仮に常磐線に E235 系を導入した場合は、こういう風な転用計画も組めなくないため、まあ、むちゃくちゃないっていう風な印象もあったんですよ。ただその一方で今現在相模線には E131 系だったり、他には E233 系が地方で活躍している E25 系や E211 系を代替するという計画も浮上しており、その結果ちょっと残念ながら E231 系をこういう風な転用するのは簡単ではなくなってしまいました。今後常磐線の E231 系が羽田空港アクセス線で仮に新車に交換されたとして、もしかしたら数編成ついでに武蔵野線増発に関連して転用される可能性は実はあるんですよ。武蔵野線って今後幕張新駅とか、あとは千田堀新駅とか、そういう感じで新駅計画があります。特に幕張新駅については結構可能性が高まっているため、もしかしたらこの幕張新駅開業による運用数増加に合わせて E231 系を持ってくるっていう可能性はあるんですよね。ただそれでも転用を前提として E231 系を大量廃車するかっていったら、そういうわけでなく E231 系がちょうど常磐線で廃車になって使い道がなくなったから、ちょうどいい指数編成借りようっていう感じで回ってくるかなっていう風に思います。少なくとも転用を前提に武蔵野線の E231 系に回すことを考えて、常磐線の E231 系を置き換えようっていうことをしようっていう発想になるかって言われたら結構怪しいなっていう風に思いました。このように見ると確かに武蔵野線転用自体は数編成程度ありえかもしれません。さっき紹介したような新駅設置による増発とかの兼ね合いで数編成程度余剰車が回ってくることはありえますが、一方でそれを前提に新車に交換するかって言われたら結構怪しいですね。
おそらく多分交換数であれば常磐線の維持再試験を転用するかとかをそんなに考えずに交換する可能性の方が高いというふうに思いますね。だから多分ですが、武蔵野線の維持再試験に組み込むために常磐線の維持再試験を追い出すためにあえて新車を導入するっていう、このアイデアっていうのは多分違うなっていうふうに個人的には思ってます。例外としてバト119編成がもしかしたら場合によっては運用調整とかで武蔵野線とかに回る可能性もあるんですけどもね、少なくとも元蜂蜜の編成以外は武蔵野線転用を前提に置き換えをすることは可能性としては低いというふうに思います。209系って言っても500番台は製造年数もいい2歳地系と比べてせいぜい2年くらいなんで、そんなに年数も変わりませんし、年数がそんなに変わらないのにわざわざ交換する必要もありませんからね。よっぽど余って使い道がなかった場合はもしかしたら交換する可能性もありますが、まあ少なくとも相当いい2歳地系の使い道がなかった場合限りそうなんで、可能性としてはそんなに高くないというふうに思いますね。ただ一方ではグリーン車付きの新車になるという噂について何とも言えないって感じですね。一応ホームドアをつけるっていう感じだったら設置した方がホームドア設置が楽になって、結果的には将来のワンバウンテンや安全対策という観点から便利ですけどもね。でもその一方で常磐線結構利用者が多いですから、グリーン車を利用してあげたらその分乗車率が上がっちゃうっていうリスクがあるんですよ。特に4号車とか5号車って結構利用者が集まりやすいですし、そこら辺の電車がグリーン車になっちゃったらその分他の号車が結構さらに混雑が悪化しちゃって、結果的に常磐線の乗車率を上げるきっかけになるかもしれません。中央快速線みたいにもともと10両で12両編成に増結する上でグリーン車を付けだったら乗車率が若干下がって、こっちの場合ですけどね。でも今回の常磐線の場合は15両中全部普通車から2両減らして13両で実質普通車が運行するっていう方針に変更することになりますからね。ちょっと乗車率の観点で心配なところもあります。また他にも成田線のグリーン車関連の設備も必要になりますからね。ちょっとそこら辺も大変そうです。幸い成田駅では総武快速線方面からのグリーン車付き電車が折り返すこともあったりして、折り返しの対応等はできそうですが、まだ何とも言えないところもありますね。おまけに区間についても結構短いです。なんだかんだ言って今現在品川から砦、品川から成田って感じですが、品川から成田についての話も基本的に多くの運用は上野から砦って感じでそんなに長くはありません。利用者の大半も上野から柏とか上野から我孫子とかそんな感じですからね。乗車時間とかを踏まえたらそんなにグリーン車を無理してつける必要があるかと言われたら結構怪しいです。一応昔からグリーン車をつけるチャンスはあったんですが、それを無視して搭載したいってことはもしかしたらそういう乗車時間の短さとかそういう影響もあるかもしれませんね。ただ一方で羽田空港アクセス線開業による羽田空港直通が始まったら空港利用者がこのグリーン車を使ってくる可能性もあるんですよね。やっぱり空港利用者ってどうしてもスーツケースとかで荷物が多くなる分グリーン車とかを使いたいっていう需要もあるかもしれません。他にも一部のビジネスマンとかがグリーン車で経費から落として乗ることができる人もいるため、こっちを割いて使うっていう可能性もあります。そういう方々についてはグリーン車を使って空港から常磐線の目的地まで乗ってくる可能性もあり、そういうことを踏まえたら確かに可能性として全く利用者がいないかと言われたらこれもまた別かなっていうふうに思います。結構難しいところですが、羽田空港からの需要とかそういうもの次第では確かにグリーン車がつく可能性もなくはないというふうに言います。ただその一方でそういう運用を増やしたい場合は、すでにグリーン車がついている E5 歳式を使って運用数を増やして対応するってこともできますよね。運用数増加に伴う E5 歳式もしくはその派生系を数編成つくぐらいだったら全然 JR もやるかもしれますし、実際羽田空港直通による運用数増加もありますからね。別に E2 歳式でその役割を担うもしくはその後継形式で担う必要はありませんから、一概にそういうことを無理して数必要があるかと言われたら結構怪しいところでもあります。羽田空港アクセス線絡みで確かに新車を入れる可能性はあるですが、とはいえ E2 歳地形を武蔵野線前提で新車に交換するかって言われたら、まあとある平成1平成乗せたらちょっと怪しいですね。一応 E2 歳地形の中でも元蜂蜜の1平成については武蔵野線の今後の運用数増加に伴って提出する可能性はありますし、それ以外の平成についても置き換えの際についでに武蔵野線に行く平成も出るかもしれませんが、少なくとも武蔵野線の電車を交換することを前提に置き換えをガンガン進めていくかって言われたら結構怪しいですね。そもそも2020年後半になったら E2 歳地形も平成によっては更新してから十数年って感じですからね。古い平成については置き換えが始まってもおかしくない頃合いですからね。だったらなんかもう無理に転用するより置き換えようっていう可能性もあるかもしれません。確かに場合によっては余った平成等が武蔵野線で置き換えする可能性もあるんですが、今現在武蔵野線と常磐線の E2 歳地形を数から見ると、この置き換えを前提に転用するかって言われたらちょっと怪しいなっていう風に思いました。というわけで今回の結論としては、確かに E2 歳地形を常磐線の
置き換え可能性については確かにありますし、実際羽田空港アクセス線で置き換えが始まる可能性があるですよ。ただその一方で、少なくとも武蔵野線の209系を交換するとかそういうことを前提に E231 系を置き換えようとかそういう発想はないかなっていうふうに思っちゃいました。おそらく多分 E231 系の交換の目的が違うなっていうふうに思っちゃいましたね。まあ副次的な効果でこういうことを狙っている可能性もなくはないですが、一番の目的は多分武蔵野線の交換ではなく、単に羽田空港アクセス線の電車の新調とか、機器更新してかもそこそこ時期が経ったんで古い編成とかどんどん廃車にしようとかそういう意思があるかもしません。場合によっては付属編成とかが延命工事で地方の線区とかに回る可能性もゼロではありませんが、今現在 E233 系の転用計画もあるためちょっとなんか難しいなっていうふうに思っちゃいました。もちろんこの結論は JR 公式の情報ではないんで、もしかしたら全然違う可能性もありますけどね。でもその一方で、少なくとも武蔵野線の機械をする目的で作ってる印象はないなっていうふうに個人的には思っちゃいました。というわけで今回のまとめといきましょう。今回は鉄道動画で E231 系の常磐線向け電車が置き換えないかもしれないっていう噂について継承しました。結論としては多分 E231 系の常磐線の電車というのは確かに置き換え可能性はありますが、あるとしても結構あったなっていうふうに思いました。少なくともなんか武蔵野線関連ですぐにでも新車を導入しようとかそういう感じではないというふうに思いますね。武蔵野線の209系と E231 系って製造時期も結構近いですし、更新もほぼ並行で行われました。そういうことを踏まえたらちょっと武蔵野線向けに置き換えるっていうのは、仮に231系を全編成置き換えて余っていてどうしようもないから交換するっていう可能性はあるにしても、少なくともこの209系交換を前提に置き換えようっていう発想に至るかって言われたらちょっと微妙かなっていうふうに思いました。というわけで皆さん今回の話を聞いてどう思いましたか？もしよかったらぜひコメントを書いてくれると嬉しいです。コメントをする際ぜひクリミーという単語を書いてくれると嬉しいです。また面白いと思ったら高評価あったり、もっと鉄道のことを知りたい方はぜひチャンネル登録して、また一緒に知っていきましょう。このチャンネルでは、鉄道に関する新しい情報や、未来に関する推測情報も発信していきますので、興味があったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。おまけコーナーも忘れずに見てくださいね。というわけで今回はこれで終わりましょう。バイバーイ。おまけとして常磐線は結構人気だなっていうことについて皆さんに紹介しましょう。なんか知りませんが当チャンネルで常磐線馬橋に関するネタを投稿すると結構再生される傾向があるですよね。まあ全部が全部再生されるかと言われたら結構怪しいですが、まあそれでも結構当たる可能性がまあまあ高いです。たまに当チャンネルではアイコンがもう常磐線の方もいますし、妙に常磐線こと馬橋は親しまれてんだなっていう風な印象を受けますね。まあ確かになんか唐揚げうどんとか結構面白そうなものも多いですしね。まあそういうことが皆さんを常磐線に引きつける可能性かもしれませんね。まだまだ結構謎は多いですが、とはいえ今後も常磐線の謎について明かしていくことがありますので、興味があったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。というわけで今回の私の常磐線に関する感想は終わり。